平和サピ山本です。私は今台湾台南に来ております。皆さん台南並びたまいの動画をご覧いただけたでしょうか。マンゴーめちゃくちゃ安いですよ。しかも今回ありがたいことにマンゴーかなり大量にいただきたいということもあって、今泊まっているホテルの冷蔵庫にぶち込んで美味しくいただいております。本当にマンゴー美味しいのでおすすめです。本日お届けする動画ですが、台湾を離れます。そうです、フライトレビューの動画をお届けしたいと思います。このチャンネルでは世界70カ国以上訪問経験の山本ウィリが私山本が旅の情報フライトレビューなどをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。その前にマンゴー食べさせてください。でっぴん、めちゃくちゃうまいよ。ちなみに台湾マンゴー、日本でいうリンゴを買う感覚で買うことができます。日本だとリンゴ今100円から200円ぐらいで買えるじゃないですか。台湾はまさにその感じです。めちゃくちゃ安いですよね。日本だったら宮崎のマンゴーで一玉数千円だとか、沖縄のマンゴーでもやはり一玉1000円前後、安くても600円700円ぐらいすると思うんですけども、こっち来たらマンゴー100円台で1個買えます。いやむしろたまいに行ったらカゴ盛りの何十個入ってるかわからないマンゴーが2000円とか3000円とかで買うことができるんですよ。マジでおすすめです。夏の台湾マンゴー本当に安くてうまいので最高です。本日利用する航空会社タイ航空になりまして、行き先バンコク行きのフライトになります。今台南にいるんですけれども、出発は桃園空港からになります。今回は到着は高雄だったんですけど、出発は台北の桃園空港になりますので、この後は桃園空港行かなきゃいけないんですけども、昨年もマンゴー食べに台南であったり玉井来た際も台南からバスで桃園空港まで向かいました。今回もバスで向かおうかなと思いますので、今回フライトレビューの他に台南から桃園空港の移動方法、ここも一緒にお話ししたいなと思います。個人的にはバスでいいんじゃないかなとは思うんですけど、もちろん新幹線で行くこともできますし、新幹線の方が時間は半分ぐらいで行けるのかな。バスだと今回9時のバス予約してるんですけれども、到着がだいたい3時ぐらいかな、3時とか4時とかになりますので、5、6時間はかかってしまうんですけど、新幹線だったらその半分以下、2時間半ぐらいで着くと思います。今、駅前のホテルにいるんですけども、もし新幹線使う場合は、バスであったり、台鉄乗って、台南の新幹線の駅まで行って、そこから桃園駅、で桃園駅からメトロで空港に向かうような形になりまして、KK デーをうまく駆使すれば、自分は今回 20% オフ、さらに 10% オフのクーポンがあったので、4500円ぐらいで台湾新幹線乗ることができました。それにプラスして台鉄の台南駅から高鉄新幹線の台南駅までの金額、まだ多分数百円、100円200円ぐらいだと思います。それプラス桃園空港までのメトロがだいたい200円とかそれぐらいかな。いやそんなしないか。あするか、200円前後ぐらい。まあ、なので5000円ぐらいで行くことができまして、今回はバスで行くんですけども、バスだと470元なので、まあ、大体2500円ぐらいかな、半額で行くことができます。まあ、今回は夜6時50分のフライトなので、そんなに急いでるわけではありませんし、これ以上こっちでやることが特に今のところないということもありますので、バスで向かおうかなと。とりあえずはマンゴーを食べてからこの後バスターミナル向かいたいと思います。ちなみに泊まったホテル、アイス、ケーキ、コーヒーだとか飲み物、いずれかもらえるクーポンありますので、これもいただきましょう。本当にマンゴーがうまいのよ。それではマンゴー食べます。少々お待ちください。無事にマンゴーやっつけました。今回何個もらったんだろうな、結構な数いただきました。本当にありがとうございます。なのでこっち来てからもう結構な数のマンゴーを消費してるんですけども、やはりマンゴーは美味しいということだけ伝えておきます。そして今見ているのが窓からの眺め、ここに泊まってるんですよ、13階で、ここが台南駅。残念ながらね、列車はあんまり見えないかな、そんなビューではあるんですけども、台南駅からも激近だし、本当にコスパもいいし最高だよね。そしてこのロータリー下のところ、だいたいここら辺かな、バス停ございます。もしかしたらこっちの方かもしれませんけれども、バスに乗ってバスターミナルに行って、中暦経由桃園空港行き、バスに乗って空港向かいましょう。それではチェックアウトいたします。さてフロント戻ってきました。どうするかな、アイスかケーキ、非常に悩ましいね。ケーキはこちら、スタバのケーキと、あと85度って書いてるケーキがあるんだけども、どれにしよう、どれにしよう、非常に迷う。スタッフに行って今自販機操作してもらってて、
これもいいの開けて。そういうわけじゃない。これどうやって出てくるんだろう。全然わからん。とりあえず紙をスタッフに渡せばなんとかなります。今回はこの206番のこのミルクレープにしました。紙渡しすると実際にスタッフがお金をレジフロントから持ってきてそれでやると。あ、取れた。それでいいのかな。よしと、ミルクレープゲット。いただきます。マンゴーを食べてケーキ食べて不節制な生活ですよね。まあしょうがない。とりあえず今回はミルクレープにしました。あー、いいじゃないですか。本当にスタバのケーキなのかな。基本私スタバそんなにてかもう行かないですね。行く人間じゃないのでケーキとかあるんでしょうけども、スタバにミルクレープってあるのかな。まあいいや。とりあえずもうこのままかぶりついちゃおうかな。よしと、うん、めちゃくちゃうまい。もうミルクレープの層になってるじゃないですか。この部分の、ね、食感がすごく柔らかくていいね。これはいいわ。ちなみに普通に買うとしたら200元1000円かかります。もちろんスタバのケーキだったらそこまでかかないとは思うんですけども、販売価格はこのホテルでは1000元ということは200元ですね。うん、うまい。それではこれ食べたらバスターミナル向かいます。バスターミナル到着。結局バスタイミング合わずに歩いてきたよ。その結果汗だく。もっと早く出ればよかった。もう早速バス乗り込みます。さてと2分前ではあるんですけども、このタイミングでも OK です。今回は中暦ジョンリーで乗り換えで桃園空港を向かいます。1611のこの正面のバス、これで向かいます。まずは荷物預けましょう。暑いな。それにしてももう少し早く出ればよかったわ。そうしたらね、暑いことなくバスでそのまま行けたんですけども、まあいいや。よいしょと。それでは行きます。帝国から 2,3 分遅れて出発です。何箇所か途中駅を減って高速道路に乗って中暦まで向かいます。このバス自体は台北行きになりますので、台南から台北まで行きたいよって方もこのバス乗ることができます。台北までは確か2500円ぐらいだったと思います。出発から20分ちょっとかな、1箇所目の経由地到着です。ここから乗り込むこともできるんですけども、旅行者は使わないかな。旅行者であれば台南駅から乗ることをお勧めします。もう1箇所途中下車してそこから高速乗ってって感じだったかな。これ高速かな。もう1箇所止まるところがあるんですけれども、まあ、それよりも奇跡ですよね。バスの中今10人ぐらいしかいないんですけども、視聴者の方いたっていうね、偶然すぎるわ。自分よりも40個70代の後半もアクティブすぎてすごいな。自分が40年後あんなアクティブに動けてるのか、そもそもこの世に存在するのか分かんないですけれども、70後半でバリバリ飛行機乗っていろんなところ旅してるよと、すごいなと改めて思いました。自分もあんな人になりたいな。それでは私はこの後動画編集作業に移りたいと思います。出発から3時間40分、最初の目的地中暦のサービスエリア着きました。レンズめっちゃ曇ってる。まさかの牛、もうすごいな。お袋さんがすげえな。これお袋さんブラン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 してるよ。あ、でもこれオス牛だから乳牛じゃないですか。これ食用に回されんのかな。わあ、もう汁がすごい、汁がすごい。ちなみにこっちの牛さんはメス牛だわ。いい乳してるね。でこっちはもうオスだからすごいな。お袋さんがすごい。今気づいた、この牛さんおでこ紫になってるわ。阿波谷のりこ先生になってるよこれ。すごいな。それよりもよだれがすごいのよ彼らの。てなわけでよだれがすごい牛さんでした。ありがとうございました。バイバーイ。てなわけで牛さんがいたよって話でした。前回来た際は真夜中だったのでお店全然やってなかったんだけども、今日中なのでがっつりやってるわ。和風ポークカレー、和風ビーフカレー、普通にうまそう。モスバーガーです。さて空港行きのバス到着。これねちょっと早く着いちゃうんだな。まあいいや、とりあえずこれ乗って空港向かいます。1時31分出発しました。今回は中暦のサービスエリアで 4,50 分かな、接続待ちありました。多分バスが早く着いたんでしょうね、ということもありましたので、今1時半だからこの感じ確か20分ぐらいで空港まで着くはずなので、2時前には空港か。で今日の便6時50分なのよ。失敗した
バスターミナルの案内はこの便3時に到着予定だったんですよ、桃園空港。まあなんだけども、早く着いたところでやることはないけれども、まあしょうがないか。ちなみに乗客は10人ぐらいかな。到着いたしました。最初に第2ターミナル、その後第1ターミナル、今日は20分ぐらいかな。第1ターミナルまでは、第2ターミナルまでは18分で到着しました。とりあえず暑い。出発のフロア着きました。手前12番香港エクスプレス航空ピーチチャイナエアをチェックインを行っております。そしてこの後のフライトですが、私が乗るのが18時55分、ないね、下も上も出発だけどもまだ出てません。そしてタイ航空は14時台に便があるんですよ。今13時55分なんだけども、多分これはもうカウンターやってないパターンだな。まあいいや、とりあえず私が乗るのはこれですね、タイ航空635便5番でチェックイン行っていると。とりあえず5番のカウンター行きましょう。5番のカウンターですよね。はい、やっておりません。ただいま2時、そしてフライトが18時50分、3時間前だから2時間ぐらい待つのか。15時45分になりました。まだカウンターにはスタッフいらっしゃらないんですけど、もう間もなくチェックイン開始です。もちろん今回もここから行かせていただきます。もう完璧だよ、誰もいないのよ。そして一般レーンはもう何十人も並んでます。上級会員ありがたや、意気揚々と並んだはいいけれども、あそこのスクリーンにチェックイン開始4時20分、マジか、2時間半前からのスタートになります。今3時47分、それはねスタッフいないから。16時3分になりました。だいたい16時頃にスタッフが続々と来たって感じかな。担当はエバー航空です。ほぼ満席に近い気がするので、今回フルーツミル頼んだんですけども、もしかしたら頼まなかったらインボラされたんじゃないかと思うと若干悔しいよね。余談ですけれども、今回、まあ、今正面に見えてるモニター3つビジネス、1つインターネットのチェックイン済みの人で、1人は通常のエコノミーという形でやってるんですよ。であとはエコノミーの横にももう2つカウンターがあるんですけど、どういう感じで振り分けるのかな。もちろんビジネスクラス上級会員の人たちが一番人数は少ないんですけれども、16時15分になりました。スタッフのミーティングも終わって、それぞれスタッフ皆さん持ち場に着くところもう間もなく開始。このパターンは本当に20分からのスタートだな。準備は多分もうできてるとは思うんですけども、もうあと1分以内には始まると思いますので待ちましょうか。20分になりました。早く始めてください。始まりました。よし、行ってまいります。ニハオ、ただいまチェックイン中です。ビジネスクラス上級会員ちゃんと3レーン使ってるわ。てなわけでチェックイン完了いたしました。桃園空港もソンシャン空港もそうなんですけども、自分の荷物ちゃんと通ったかどうか確認した上で保安検査進みましょう。無事に通過しました。この後は第2ターミナルに移動します。タイ航空第1ターミナル利用し、あ、乗らせてください、すいません、ごめんなさい、乗らせてください、申し訳ない。上ですか。はい、上です、はい、すいません、ありがとうございます。そうですね、3階で、はい、てなわけで日本人の方でタイガーエアのパイロットの方でした。タイガーエアは撮影日の段階ではまだね、佐賀行きの1回しか乗ったことないのよ。また今度乗りたいですね。タイガーエア安いからね、札幌からでも時々片道1万円台とかあるのよ、めっちゃ安いよね。そしてこの後第2ターミナルに移動するんですけども、何をしたんだっけ、あ、思い出した、めちゃくちゃ並んでました。ビジネスクラス上級会員レーンでも後ろ振り返ったら20人ぐらい並んでたのよ。でインターネットでオンラインチェックイン済ませてる人であれば、まあ、ちょっと短かったな、それでも30人ぐらい並んでて、一般のエコノミーはもうめちゃくちゃ並んだ、100人以上並んでたんじゃないかな。もう会っててよかった上級会員。そして今回インボラがなんちゃらって先の話なんですけども、普通にエコノミー空席いっぱいありました。なのでスタッフに行って、今日どこシート空いてるって、隣いないところあるって聞いたら、何席か隣いないところがあったので今回座席変えました。今もともと座席指定したところだと、もう隣に人いらっしゃるという状況だったので、今回エアバス330で242の配列かなになっておりますので、隣にいない方がやはりねいいかなっていうところもあったので、今回隣いない座席に無事に変更。まあ、ただ
どうなるか分からないですけどね、今日結構満席に近いって言ってたので、今のところ隣はいないですけども、もともとの座席で指定してそのまま飛んだとしても隣は絶対いらっしゃるということだったので、とりあえず今の段階では隣いらっしゃらない座席に変更をかけておきました。そしてフルーツミールも楽しみ、それよりもお腹空いた、てかもう4時か、とりあえず第2ターミナル急いでいきましょう。第2ターミナル到着いたしました。あ、そうだ、今日のタイ航空のフライト30分遅延です。もうこの段階でチェックインの段階で遅延が確定しているような状況だったので、いいや、とりあえずこの後はこのまま保安検査行きましょう。保安検査の入り口到着しました。こっちから行けるのかな。行けますね。それでは保安検査出境検査行ってきます。保安検査出境検査完了いたしました。 E ゲートできてるのに久しぶりに通ったんですけども、知らんかった。今回もいろんなとこ使えるからね、どこにしようかな、とりあえず行って考えよう。ちなみにタイ航空の指定ラウンジプラザプレミアムラウンジ、ただし第1ターミナルなんだよ。でこれインビテーションもらったんですけど使えるかな、使えなかったとしてもプライオリティパスで行けますので、ちょいっと確認してみましょう。ラウンジ入りました。あ、ニューローメンあんのか、ニューローメン行きますか。あとはこれとこれ、そして今までなかったあれができている。それが何かというとソフトクリーム、マジで嬉しいんだけども、これ第1ターミナルもあんのかな、ちょっと気になるね。そして今日の食べ物はスープ、ポークリブスープ with ラディッシュ、人参か。あとはキャベツスープ、これキャベツスープです。あとはさつまいもやらトマトやらサラダコーナー、多分ここにミックスサラダなんだけど今補充待ち。魚のフライ、チキン、焼きそば、ピラフ、あとはゆで野菜や、これイカかな。あとはさつまいもボール、あるナゲットもある、オレンジジュースにリンゴケーキ。あれ、ここ今日全然入ってないな。ちなみにめちゃくちゃお客さんいっぱいいます。よし、といただきましょうか。いつの間にソフトクリーム増えたんだろうな。まずはニューローメンからいきましょうか。ニューローメン、あ、こっちの方が現地の味に近いかな。いつもレストランでニューローメン食べること多いですけども、これも美味しいね。でもちろん今日多分ニューローメンもう一回食べるとは思うんですけども、麺はどうでしょうか。うまい、ニューローメンは美味しいわ。いいね、お肉もこんなにでかい、あ、お肉めっちゃうまいわ。なのでいつも行くあのレストランのニューローメンよりもこっちの方が美味しいかもしれない、さつまいもボールがあるんだけども、あ、屋台のやつはちょっと違うわ。こっちの方がぎっしり詰まってる感じ。ってことは、ってことはよ、こうやったら最高に美味しいと思う。ソフトクリームいつの間にできたんだろうな。大正解。あ、ソフトクリーム普通に美味しいわ。それではこの後エバー航空のラウンジもシンガポール航空のラウンジもオリエンタルクラブラウンジも使いますので、ラウンジを走りしていきます。ごちそうさまでした。ちなみにプラザプレミアムラウンジ、タイ航空のインビテーションで使うことできました。この後はシンガポール航空のラウンジ行ってきます。それでは食べ物を紹介します。チキンスープ with タケノコバンブー、あ、すごく鶏のいい匂い。これがバクテーです。シンガポールのバクテー。そしてこれがパンプキンアップルビスケ。そしてこれがスノーなんちゃらデザートスープです。あとこっちの方にはリンゴにサンドイッチにケーキ、あとクッキーもあるかな。そして反対側に行くとご飯があってです。あ、ナシレマクなんだ。ココナッツで炊いたご飯です。あとはチキンカレー、あ、これキムチ、トッポギか、トッポギにゆで卵。そしてこっちがこれなんだ、マッシュルームと豆腐で、ゆで蒸し野菜か、蒸し野菜にビーフンがあって、あとはルーローファンです。あとはこっちの方に点心コーナー、シューマイにカスタードバンに肉まんで、トースターがあって、あ、ガーリックトーストある。あ、パンも本格的だね。食パンももちろんあります。メロンパンみたいなパンもあるし、チョコパンもあるし、
でコーヒーマシンにお水のサーバーにお茶、スナック、アルコール各種、白ワインのマルティーニのスパークリングワインがあって、冷蔵庫の中サラダです。あ、いいね、日本のドレッシングもありますわ。でサンドイッチにチーズ、フルーツ、ヨーグルト、お水、ドリンク、オレンジジュースやら何やらいっぱいあります。牛乳もある。ここではルーローファンだけにしておきましょうか。ルーローファンもお肉がっつり入れることできますので、普段食堂とかで食べたら結構お肉少なめなんですけども、ここに関しては自分の好きな量入れられます。ルーローファンうまい。ただルーローファンもね、ルーローファンってお肉入れすぎたら入れすぎてバランス崩れちゃうので、やっぱりほどほどがちょうどいいかな。やっぱりルーローファンは最高だよ。ちなみにシンガポール航空のラン11時半から5時45分までの営業ということで、今5時30分ぐらいなんですけども、お客さん誰もおりません。皆さんやっぱシンガポール航空便乗る方が多いので、それに合わせてラウンジ営業してるんですけども、もう誰もいないのでまた次のラウンジ行きましょう。続きましてエバー航空のラウンジ行きます。このガーデンがね、一度は行ってみたいんだよな。 ANA でいうスイートラウンジみたいなところで、エバー航空の一番上の上級会員しか入れないラウンジで、今回使うのはこれです。スターのラウンジです。正直インフィニティもスターもラウンジのレベルとしてはそんなに変わらないと思います。こっちはビジネスクラスなど使う方で、こっちは上級会エコノミー搭乗の方なので、今回私はスターのラウンジになります。行ってきます。それでは食べ物紹介しましょうか。あ、このカラメルナッツ美味しそうね。でケーキ生チョコあるじゃん。ロールケーキも美味しそう。でヨーグルト、プレーンとイチゴがあって、サラダコーナーです。いろいろと野菜があって、ここにリンゴもあるのか。冷やし中華始めましたね。これはいいわ。食べましょう。これ他にもまだまだあるんだけどもね、ここは芋だとかアイスだとか本当に魅力的なものがあるし、今のところ生チョコも魅力的。パンもいろいろ種類あります。クラッカーもあって、これなんだろう、レーズンクッキーか、珍しいのあるね。そしてフレーバーウォーターに、あーと何だ、スムージーか、スムージーだとか、あと台湾のいいウーロン茶、そして見てください、タピオカミルクティー、こんなのもいけるのか。あとはもう定番の芋、今回マンゴーのふるさと玉井で食べた芋がめちゃくちゃ美味しかったのよ。であとはミートボールに、ミートボールってのかなこれです、とおこわ、そしてこれがスープです。他にもこれが何、ローなんちゃら麺、ハロイモのココナッツミルクみたいなです。でこっちの方に行くといっぱい料理あるね。これさっきあったおこわに近いのかな。たとか、あと野菜炒め、ヤングコーンが存在感すごいね。そしてこれが豆腐です、とこれがパスタのカルボナーラなのかな。豆腐に、あ、チキンカツかなこれ、レモンソースかかってるみたい、とご飯に、あれ、ルーローファン、こっちもあるんだ、ルーローファンです。あとは何かしらのスープ、アルコールもいっぱい揃ってるよね。で白ワインあって、お湯のマシーン、お茶っ葉やらコーヒーやら、でコーヒーマシーンも2つあって、冷蔵庫の中には台湾ビールだとか、あとはバックスキンっていうビール、スプライト、コーラ、あとはリンゴジュースにオレンジジュース、炭酸水にこれなんだろう、なんだこれです。上には16茶にカルピスあります。モーベンピックのアイス、バニラにチョコチップにストロベリーにメープルウォルナッツ、めちゃくちゃうまそう。何食べよう。一通り持ってきましたが、今日のメニューは当たりだね。ルーローファンにチキンカツ、あとは焼き芋にロールケーキに生チョコに、アイスに冷やし中華になんちゃらね。本当は野菜が食べたいです。いただきましょう。このなんちゃら麺、とろみかかったスープなんですよね。意外に辛い。すごくあっさりしてる中にとろみ、これ何の味だろうな。広東麺とは全然違うんですよ。麺柔らかすぎだな。これスープは美味しいんですけど、麺はもう少し硬い方が良かったかな。どんな味って言われてもね、説明難しいな。うん、難しいです、ごめんなさい。そして今年初冷やし中華、冷
冷えてるかな、そもそも。まあでもあのショーケースに入ったから冷えてるでしょ。うん、麺は冷えてるけども、ごまドレッシングがなんか日本のやつと違うかな、台湾風冷やし中華といったところでしょうか。してこのカツ、レモンソースって書いてあるな。あ、レモンだ。これいいね。卵で閉じてチキンカツをね食べたいわ。でルーローファンがシンガポール国内なんて全然違う。な、味も全然違う。こっちはね癖がない。なのでルーローファンちょっと癖があるからなって感じでも美味しく食べれるんじゃないかな。そして何よりもね焼き芋なんだよこのラウンジといえば。焼き芋とアイス組み合わせると最高にうまいからね。持ち方よ持ち方。これ見てください、このなんでこんなにっちょりなのっていうぐらい。うわーすげえ。もう異次元の甘さ。芋うま。なんとまだオリエンタルクラブラウンジもありますし、第一タイムのレストランもありますからね。レストラン行けないかなこれ、どうだろうな。ロールケーキも、うん、これはうまいわ。このロールケーキマジでうまいぞ。だからこれもアイス一緒に食べたら美味しいかもね。生チョコ、うん、普通に生チョコ、ドイツの生チョコとそんな変わんないですよきっと。あ、ちょっと紅茶の味するわ。確かに書いてるな紅茶って。アイスもうまい。なので焼き芋とアイスをね一緒に食べるわけですよ、これとこうやってこうやって。最高にうまいっす。とりあえず今エヴァのランチ Wi-Fi が早いんですよ。で今の時間が17時45分。ちょっとここにいるかな、うん、ここにいましょう。今日中に動画アップロードさせたいんです。事後報告ですが、シャワー浴びてきました。久しぶりにエヴァのシャワー使ったんだけども4箇所しかないのよ。なんで混むときめっちゃ混みます。あと水圧はもうバッチリ問題なし。それでは次オリエンタルクラブラウンジ行きたいと思います。続きましてオリエンタルクラブラウンジ知らぬ間にプライオリティパスエクセレンスアワーズ2024ラウンジオブザイヤーアジアパシフィックハイリーコメンティーということで、やっぱりねここのラウンジすごくいいのよ。それは賞受賞しますよね。行ってきます。ラウンジ入りました。マンゴーあるかな、マンゴーありますように。マンゴー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 なーい。そうですよね、まあ、毎回マンゴーあるわけじゃないので。今日は美味しそうだな、これジャパニーズホットポットって書いてるわ。鍋めちゃくちゃうまそう。とこれは冬瓜が入った煮物的なやつかな。ペンネのパスタにカレー、お、すごいムール貝ある。で今日のスープに肉団子入ってるね。天心たち小籠包、あれ入ってない。この下は肉まんですね。肉まんに他にはこれは黒糖まんじゅうかな、にピーナッツです。フィッシュボール、イカ、あとナゲットにキノコなどの野菜炒め。いただきます。まずこの鍋的なやつからいこうかな。野菜もキャベツ入ってて、キャベツの白菜か。めっちゃ日本な。これカツオの出汁効いてる、めちゃくちゃうまいぞ。ちくわも入ってるしね、うん、ちくわは日本のやつと全然違う。個人的にはちくわは日本のやつの方が美味しいかな、まあ、暑いから脱ごう。暑いはシャワー浴びたばっかりで。それではニューロミ行きましょうか。今日はレストラン行くのやめます、さすがに食えん。あ、レストランで食べるあのニューロミに味近いかもね、うん、麺ももちもちで美味しいわ。からの小籠包、生姜があるのが嬉しいのよ。やっぱりね小籠包は上に生姜ちょっとのっけないとねダメよ。
うん、ここあ熱い、うまい。そしてもう急いで搭乗口に向かいます。ラウンジ跡にしました。この後第一ターミナル戻ります。カバンが重たいのでね、このカート意外に役に立つのよ。もうそろ搭乗始まると思うんだけども、今日はどんな感じかな、隣がいるかどうか、その確認しないと。ゲートの前に着きました。もう搭乗始まってるか。本日の機材はあちらでございます、エアバス330かな。もうあと20人ぐらいで搭乗終わりますので、今日も一番最後に乗り込みたいと思います。お願いします。シェシェ、本日31の A 窓側一番前の座席です。座席に着きました。本日の機材はエアバス330の300です。安全のしおりとエチケット袋と機内販売のカタログが入っております。そして一番前の座席ということもありますので、足元は広々。ちなみにここ普段はね650バーツだったかな、有料みたいなんだけども、上級会員は無料で指定できました。ありがとうございます。การบินไทยมีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้ความเต็มใจตลอดการเดินทางค่ะขอบคุณค่ะ Thank you for your attention. We are pleased to provide the Royal Orchid Service. We hope you enjoy and have a pleasant flight.シートベルトサインが消えました。シートベルトサイン消えた後、エンジンのところの光が消えたんだけども、これって毎回こんな感じなのかな。普段全く気にしなかったんですけども、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。そして今は台南ぐらいかな、飛行してるの。地図があるんだけども個人モニターがないので、
わからんな。ただ場所的に台南、台中はさすがにもう過ぎたでしょう。今回は北に向かって離陸して旋回して今南に進路を進めているところなんですけども、台南だと思いたい。あの町は、いや違うな、台南だったらあの海沿いかなり特徴的なのでなんか違うな。皆さん失礼しました。モニター普通に収納されてありました。ちょこっと行ってみましょう。スタート、ここを押すと言語選択できまして、もちろん日本語もございます。してバンコクまではあとこれくらい、2時間50分で到着です。こんなインターフェースだったかな、変わったんでしょうねきっと。映画見てみましょうか。まあ、いろんな種類の映画がありますので、日本路線も6時間とか7時間とかかかる路線もありますけれども、こんな感じでいろいろと調べることができますし、あとは日本語の映画、これも調べることができます。こんな感じです。本数としては10本ありますので、もちろんタイ航空バンコクからヨーロッパ行くだとか、そういった使い方される方いらっしゃると思うんですけれども、そういった長距離路線に乗った際でも10本も日本語を対応した映画があれば全く問題ないですよね。でしかもこれ多分日本語の映画というか日本の映画になっていると思うので、おそらくそのなんていうの、字幕っていうのかな、字幕とかであればもっと出てくると思うんだよな。例えばこの映画見てみましょうか。これはあないですね、英語のみなので。多分物によってはこんな感じで音声日本語吹き替えの海外の映画も見ることができますので、これはもともと日本語の映画か。こんな感じでもうやっぱりあったりなかったりなので、この字幕がだとかそういった検索の方法はできなさそうです。あとは音楽だとかテレビとかいろいろありますので、タイ航空機内プログラムもまあまあ優秀なのを積んでます。この機材とても古いです。機材は古いんだけども機内プログラム自体は新しくなってます。最新のものではないんですけれども、この機材と同じぐらいの古さというわけではなさそうです。ちなみに今日もフルーツミール頼んでますので、おそらくもう間もなく食事が到着するものと思われます。ありがとうございます。さてと食事が到着いたしました。今回フルーツミール頼んだんですけれども、まあ、フルーツ豊富、あとパンもついてくる、パン、バター、お水。先ほどラウンジでがっつり食べてきたので、やっぱりラウンジ使える空港から出発する際はフルーツミールありだわ。今後もフルーツミールでいきたいなと思います。まずはパインからいこうか。ちょっと芯は残ってるんですけども、食べられないものの可能性でもないかな。あと周り見てみたら結構辛そうなものを食べてる方多いですね。リコ懐かしい味だわ。酸化防止のために塩水に使ったあのリンゴでシャキシャキで普通に美味しい。自分の英語力が間違ってなければ11時10分に到着って言ったのかな、30分ぐらい遅延するのかな。この何とも言えない英語力どうにかしたいな。全くわからないわけでもないしっていうね。あとはやっぱパイナップル芯があって硬かったわ。引きの JAL のパイナップルは美味しかったからね。でも他のフルーツも普通に美味しいし、これシャインマスカットかな、それともただの白ぶどうかな。ぶどうも美味しいし、やっぱりフルーツミールは最高です。ごちそうさまでした。食器などを下げた後はすぐ消灯してお前ら寝ろモード突入でございます。今回のこのフライト3時間45分ということで、日本台湾ぐらいと同じぐらいの時間かかるのかなっていうところもあります。あとは寒いです機内。東南アジアもそうなんですけれども、夏だろうが冬だろうが基本的にエアコン強めです。飛行機の中だけじゃなくて、例えば街中のショッピングセンターとかでもそうなんですけれども、ガンガン冷房入れるので寒いです。やはり上着持った方がいいかな。機内では今ブランケットありますので、こういったブランケットでしのぐことはできるんですけれども、もし街中のショッピングセンター等でガンガン冷房を効いたら寒くなっちゃいますので、軽く上に羽織るものを持つことお勧めします。これは日本が夏だろうが冬だろうが一年中東南アジア行く際は持つことをお勧めします。基本的に東南アジア夏だろうが春だろうが そもそも四季がないので、寒気か雨季かみたいなそんな括りですので、寒気だろうが雨季だろうが日本の冬だろうが夏だろう
方が上着持っていくことをおすすめいたします。そして今日は真ん中の通路に座った方、座席変わったんですよ。今座ってるところ、これリザーブドってことで基本は有料席になってるんですよね。なので真ん中列に座った方は一つ後ろの列に座ってたんですけれども、前に座りでって言って、まあいいけども650バーツだったかな、有料だよってことで、まあ分かったっつって普通にカードで有料座席支払って前に座ってました。ちなみに一つ後ろの座席、今回そもそも242の配列なんですけども、242の4のところ2人しかいないんですよ。2人しかいないのに一番前の座席に移動したんですよね。一番前の座席は242の4の右側に2人座ってるというような状況ではあったんですけれども、なんで変わったんだろうなと思ったら、多分後ろの人に遠慮することなくリクライニングさせたかったからじゃないかなと。もうその人すぐリクライニング全開にしてるんですけれども、今寝てるんですよね。今寝てるんですけども、こうリクライニングでこうじゃなくて、なんだろう、横に行ってるので別にリクライニングする必要なくねみたいな。3000円ぐらい日本円でかかると思うんですけども、そこまでして移りたかったのかなと、まあちょっと疑問には思ったんですけども、いろんな人がいらっしゃいますね。ちなみにこの座席はスターアライアンスホールドのステータスがありますので、私はこう無料で指定することはできましたので、もしステータスある方、タイ航空のこういったバルク席指定してみるのも全然悪くないと思います。通常ですと大体日本円で3000円ぐらいかな、650バーツって言ったような記憶がありますね。ちょこっと会話聞こえてきたんですけども、ただいくらかどうかっていうのはちょっと怪しいですが、一つ言えるのはタイ航空では機内に入った後でも座席に移ることができます。もしかしたら ビジネスクラスにも有料で移れるのかな、そんな気はするんですけども、まあ、今回は3時間45分のフライトですし、もう全然ここでいいかなと。シートベルトサインが点灯いたしました。到着まであと20分ぐらいかな、なんだかんだであっという間。
バンコクスワンナプーム空港到着いたしました。今回珍しく最初の方におりました。なんでか分かります？それは次の動画で分かると思います。そして本日のフライトはタイ航空のフライトで台北からやってまいりました。この便チェックイン開始2時間半前からになりますので皆さん気をつけてください。知らずに3時間前に間に合うように5分ぐらい前にカウンター向かったんですけれども空いておらず、2時間半前からビジネスクラスや上級会員レーン、あとはオンラインチェック済みで荷物だけ預ける人のレーン、あとは通常のエコノミーのレーンということで3つあったんですけれども、ダントツエコノミーのレーンが混んでました。なのでもし上級会員のステータスないよって方は必ずオンラインチェックイン済ませてください。そうすることによって並ぶ列が極端に少なくなります。半分以下、4時20分が今回チェックインスタートだったんですけれども、ギリギリに来たとしても10人20人待ちかな。一般のエコノミーのレーンは100人以上並んだと思いますので、オンラインチェックイン必ずするように僕はお勧めしたいと思います。上級会員レーンもなんだかんだでビジネスクラス搭乗率満席ではなかったです。実際は9割以上はビジネスクラス埋まってたので、ビジネスクラスやスターラゴールドなどの上級会員レーンもかなり混んでたので、今回一番最初に結果的に並ぶ形になったんですけども、良かったかなと。あとは6、7レーンぐらいチェックインカウンターで使ったんですけど、そのうちの3レーンは必ずビジネスクラスや上級会員向けに開放したということもありましたので、この部分にかなり良かったんじゃないかなという気がします。あとは台北桃園空港ラウンジもかなり多いですし、レストランも多いということもありますので、今回はレストラン使いませんでした。本当はニューローメンとか食べようかなと思ったんですけども、お腹の容量がもう限界だったのでラウンジだけにしておきました。タイ航空第1ターミナル使います。スターラの航空会社ではありますが、第2ターミナルのエバー航空のラウンジ、シンガポール航空のラウンジもちろん使うことができます。その際のおすすめとしては、第2ターミナルから出境検査保安検査を受けることをおすすめします。チェックイン自体は第1ターミナルでしかできないんですけれども、保安検査などは実は第2ターミナルからでもできます。これ逆でも OK です。第2ターミナルでチェックインする航空会社利用時で、第1ターミナルで出境検査保安検査、これも OK なので、皆さんこれ覚えてください。知らない方多いと思いますが、じゃあなんでこれをするかというと、シャトルに乗れるんですよ、制限エリアの外だと。なので例えば今回のケースですと、第1ターミナルから第2ターミナルに行ってまた第1ターミナルに戻る、そうすると1往復しなきゃいけないわけじゃないですか。ただし第2ターミナルから出ることによってシャトルで移動できるので、歩く距離が半分弱で済むというところがありますので、これ便利な使える技だと思います。ラウンジやレストラン、第1ターミナル、第2ターミナル、桃園空港全然違いますので、この分皆さん活用してみてはいかがでしょうか。あとはプラザプレミアムラウンジ、知らない間にソフトクリームのサーバーが増えてました。しかもめちゃくちゃうまいさつまいもボール、これもあったので、これと合わせて食べると美味しかったし、あとはエバー航空のラウンジも美味しかった。相変わらずさつまいもありますし、アイスクリームもあったりだとか、本当に美味しいメニューがあったので、毎回毎回桃園空港来るたびにね、お腹いっぱいになっちゃうんですよね。そういったことをもう見越して今回もフルーツミールにしたんですけれども、やはり正解。あのタイミングからやっぱりフルの機内食はきつかったというこ もありますので、もちろん機内食楽しみではあるんですけれども、やはり地上で調理した食事の方が美味しいなというところもありますし、今回もフルーツミールで良かったんじゃないかなと思っております。なので次飛行機乗るときもフルーツミールということで、今回は日本帰国までも全てフルーツミールで通そうかなと思ってプラン立てておりますので、皆さんもぜひフルーツミール注文してみてはいかがでしょうか。タイ航空も電話せずに普通にインターネット上から予約番号や名前入れてフルーツミールのオーダーであったり座席の指定することができましたので、手間かからずに指定することができました。あとはエコノミークラスも満席じゃなかったので、フルーツミールにしてようが一般食にしてようが、今回はインボラはなかったんじゃないかなというところがあります。もうかれこれ1年3、4ヶ月ぐらいはインボラされておりません。最後にインボラあったのはキャセイの香港から大阪のフライト深夜便、これが最後のインボラ、2023年4月です。そして本日は6月27日ということなので、全然インボラされてませんので、いつになったらあるのかな、まあインボラは期待してはいけませんのでね、たまたまあったらラッキーぐらいの感覚で捉えるのが一番いいのかなと思います。それでは本日の動画は以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッターにそのフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。